そういえば、リコリスリコイルって、大晦日の日、2021年の大晦日の日に発表されてたんですね。ということで、リコリスリコイル放送前の話をちょっとだけ語っておこうかなって思います。2021年大晦日12月31日に、2つの作品をアニプレックスが、オリジナルアニメで放映することを決めてました。1作目が、リコリスリコイルです。これ監督、ストーリー原案、キャラデザについても開示されてて、千里と滝名についてもキービジュアルで発表されてました。最初見てましたからね。ただなんか女子高生の制服を着て、でも千里が滝名に相棒を呼ばわりしてたから、なんかの部活者やってんのかなっていうのが正直な感想でした。ちなみにもう一つのアニプレオリジナル作品の発表が、辰木監督の新作映画です。やったぜ。で、第2弾の、リコリスリコイルのどういう話なのかっていうのが大体見えてきたのが、2022年6月にキービジュアル第2弾が発表されて、この時に千里、滝名、ふきちゃん、さくらとか、いろんな子たち、リコリスの子たちが出てきて、拳銃を持って彼岸花に囲まれてると。この時点で、リコリスっていう部分が出てきて、アクションものもやるんだな、日常系じゃないんだなっていう感じがありましたね。この辺に関しては、エンゲージキスも最初ラブコメとしてやってたけど、実はバトルものだったっていうことを後で紹介するみたいなことをやってるので、アニプレオリジナル展開って感じですね。そのキービジュアル第3弾あたりで言われてたのが、アニプレ版ごちうさじゃないかっていう説があって、実際なんか、キッサリコリコの設定だけ見てると、ちょっとそういう感じもあったんだけど、実際はちゃんとアクションものでしたと。そこら辺が、出てきたのは放送も後からだったでしたね。第1話からリコリスリコイル見てた人ってどういう層だったのかっていうことをはっきり言っちゃうと、アニプレックスオリジナルアニメを追いかけてた人だと思うんですよね。それはクソ扱い認定するとか、弾が出てきたらいいなとか、そういう感じの人だったと思うんですよ。多分ね、リコリスリコイル第1話から見てた人っていうのは、東京24区、群青のファンファーレも見てた人だと思うし、リコリスリコイルとエンゲージキスワンセットで見てた人もいると思うんですよ。知人にはリコリスリコイルだけ見てるって人も結構いたんだけど、第1話はどっちも見てたって人がいたんだよね。ちなみに設定面で見ると、東京24区と、エンゲージキスに関しては、結構リコリスリコイルに近しい部分も共通点みたいなものって結構あると思うから、そこら辺はちょっと言っておきたいかな。逆に言ってしまえば、アンチに関して、では、最初はノーチェックだったのに、クソアニメだと思ってたのに、大人気だから、捨てます捨てますとか言ってる人もいるとは思いますよ。それがうまくいったのは、アニプレックスが人材にチャレンジを与えるところだからじゃないですかね。それこそ結構言ってるんだけど、獣フレンズ2017年版の、イフルートを見てるかなって感じもする。そこら辺アニプレックスがいいとこだよねって思える証拠です。足立監督も結構シナリオの作り方はうまいですよ。というか、ワンクールのシナリオがうまいって感じですね。で、リコリスリコイルどうなっちゃうんでしょうね。もう最終決戦編、もう自分に言えることは一つ、滝名を信じろですね。あと足立監督も信じろですね。滝名がもう千里をなんとかいつもの道に引きずり戻せるかっていうところを期待してます。以上です。